はい、アポロです。こんにちは。今日はですね、能力よりもスピードという話をしていきます。ビジネスにおいてスピードというのはめちゃくちゃ重要なんですけど、特にですね、最近コロナウイルスの影響でこう時代が大きく変化したと思うんですが、こういうですね、時代の移り変わりがすごく早い時は本当にこのスピードがめちゃくちゃ重要なんですよね。能力が高ければ成功できるかっていうと、もちろんね、そういうこともあるんですけど、能力がなくてもスピードが速い人って成功する確率は高いんですよ。例えば、全ての市場において同じことは言えると思うんですけど、今残ってる例えば大手企業とかを見ると、やっぱりこう歴史が長い会社が多いと思うんですよ。あんまりこう途中からね、もう市場が成熟しきった状態からビジネスを立ち上げて今大手になってるっていうのは少ないと思うんですね、そのマーケットにおいて。だから今までマーケットがなかったものに関しては新しい会社もありますよ。例えばインターネットとか登場する前っていうのはね、インターネット産業ってなかったから、例えば Google とかね、 Amazon とか Facebook とか、そういうものはやっぱりビジネス全体で見ると歴史は浅いですけど、その何ていうんですか、市場においては結構古参というか昔からある会社みたいな感じになってると思うんですよ。で、どういうジャンルにおいても同じことは言えると思うんですけど、やっぱり早くスタートした人っていうのはそれだけ後発参入者よりも有利なんですよね。分かりやすい例で言うと YouTube あるじゃないですか。で、 YouTube って例えば10年ぐらい前からやってる人とかもいると思うんですけど、例えば今活躍している大活躍している YouTuber ですね、もうトップレベルの YouTuber っていう人はやっぱりかなり早い段階から YouTube に参入してたと思うんですよ。そんなね、こう最近ポッドデで入ってきて、そういう億単位の収入を得ているような人ってほとんどいないと思うんですけど、だから、もちろんね、彼らも能力はあったと思うんですよ。すごく、なんていうんですか、才能もあると思うし、能力もあるとは思うんですけど、もし彼らが、このね、例えば2020年とか2021年から YouTube をね、全くゼロの無名の状態から始めて同じ結果を手にできたかっていうと、僕は多分無理やと思うんですよ。だからもちろんね、最低限の能力は必要だし、才能がある人の方が圧倒的に有利ですけど、それよりも何よりもやっぱりスピードって大事なんですよ。早くやってればそれだけ有利になる。だから逆に能力がめちゃくちゃ高くてもスタートが遅かったっていうだけですごく不利になってしまったりするわけですよね。市場っていうのはこう競争相手が多ければ多いほど、勝ち残るのが難しくなる。たとえ相手がそんなに強くなくても人数が増えれば競争相手が増えるんで勝ち残るのが大変なんですよ。例えばブログも YouTube もそうですけど、そのアクセスの絶対ボスってあるじゃないですか。もうこれ以上のアクセスマックスね、例えば1万とした場合に、そこに例えば100人いる場合と例えば1000人いる場合だとすると、例えば仮にそのブログね、1日10アクセスしかないようなブログがあったとしても、もしその10アクセスしかないブログが例えば1000個あったら、それだけで1万アクセスを奪われてることになるわけじゃないですか。わかります？一人一人は弱いというか、あんまり大した強力なライバルではないですけど、そういう人たちが増えることによって、アクセス全体の絶対数からのアクセスが減っていくわけですよ。で、そのね、アクセスの絶対数っていうもの自体が増えてるかっていうと、そういうわけじゃないですよね。日本人口が増えてるわけじゃないから、そこはもう頭打ちになってるんですよ。でも、そのパイの奪い合いの相手の数が増えてるから、仮に相手が弱くても参入者が多くて競争相手が多いと、やっぱりその生き残る、勝ち残るのが難しくなるってことなんですよね。だからやっぱりこう早く参入した方が有利っていうことなんですよ。で、特に一般的なビジネスでいうと、必ずしもそのね、例えばパイオニアとか、そういうもう本当に先駆者みたいな人っていうのは大企業が担うべきなんですよね、一般的なビジネスっていうのは。っていうのはやっぱ認知が広がってないから、そういうところに中小企業とか個人が入っても、その認知を広げるのに膨大なコストがかかるわけですよ、時間とお金と労力と。だから個人とか中小企業っていうのはその認知を広げることができないんで、もう本当にね、その市場がまだ全く広がってない状態、なんていうんですかね、導入期って言われる、プロダクトライフサイクルだと導入期って言われる時期なんですけど、その時期に参入するとうまくいかないって言われてるんですけど、インターネットビジネス、僕らがやってるようなコンテンツビジネスとか情報発信のビジネスっていうのはそういうわけじゃないんですよね。
個人とか中小企業言ったら弱者ですよね。弱者でもその早く参入することによって、先行者利益が取れるんですよ。っていうのはもちろん認知を広げないっていう点に関しては同じなんですけど、その金銭的コストがないんですよね。わかりますか？金銭的コスト。だから例えば YouTube で情報発信をして、例えば YouTube は全くね誰も知らないような時代から情報発信をして、それで誰も見てくれないっていう状態になった時に、別にこう金銭的ダメージってないじゃないですか。それでこうね、借金を背負うとかってないと思うんですよね。でも出しとけばそのコンテンツはネット上に残り続けるわけだから、いずれね誰かの目に触れたりとかするわけですよ。だからこういう情報ビジネスとか、そういうねインターネットの、まあ、無形商品を使うようなものっていうのはかなり早い段階から参入しといてもいいんですよね。だから僕がやってるようなコンテンツビジネスも、例えばオーディオブックとかね、もう僕以外に個人で出してる人ってほとんどいないんですけど、そういう状態で出して、仮に僕が出したものが全く売れなくても金銭的ダメージはないわけですよ。でもこれからどんどんこう市場が成熟してきて、利用者の数、マーケットが大きくなってきたら、やっぱり早めに参入してた僕の方が有利ですよね。圧倒的にそのコンテンツの数が多いからポジションが取れるわけですよ。そうするともう後で後発者が入ってきても全然そのポジションをね取ることができないみたいなふうになっちゃうんで、 とにかくフットワーク軽く、その、まあ、素早く動くってことがですね、まあ、重要になってくるということです。なので、まあ、これからですねインターネットで情報発信をするんであれば、もう特にこうブログとか YouTube とかっていうのはもう本当に市場が飽和しきってるので、今からねもちろんそういうところで情報発信を始めてもいいんですけど、それだけで何かしらの成果を出そうっていうのはかなり厳しいと思います。なのでとにかく何でもフットワーク軽く進んでいくんであれば、まだやっぱり多くの人がやっていないようなこと、例えばこのポッドキャストなんか特にそうですけど、大半の人はブログとか YouTube ってやってるんですよ。もしくは SNS とか。でもポッドキャストやってる人ってほとんどいないんですよね、うん、やってたとしても本当に数エピソードで挫折してしまうみたいな人が大半なので、まあ本当にガラガラなんですよねこの市場って。でそのまあ第一人者と呼べるような人もまだ存在しない、丸々とねポッドキャストといえば丸々みたいな感じの、まあそのブランディングできてる人ってまだいないと思うんですよね。だからまだ後発者でも全然そういうブランディングもできるし、ポジションも取れるっていうことなんですよ。なので、まあ、僕のそのオーディオブックにしてもそうだし、まあ、ポッドキャストなんでそういうことやってるかっていうと、ね、先に入っとった方が絶対有利だからですよ。で今後伸びていくっていうのは間違いなくもうそのデータから見ても分かってるし、やっとけばですね、今はこういうふうに出してて、仮にですねこれがあんまり視聴回数とか伸びなかったとしても、後から人がユーザーが増えれば、まあここにもうコンテンツっていうのはプラットフォーム上に残ってるわけだから見てくれるじゃないですか。だからすごくこう何て言うんですか、後からガーンとね再生回数が伸びたりとか、僕もですね本当にアナリティクス見るとびっくりするんですけど、アンカーで配信始めて2ヶ月ぐらい経ってから本当にすごいジャンプアップして視聴回数が劇的に増えたんですね、うん、だからやっぱりこうね最初の頃は聞いてもらえなくても後からめちゃくちゃ聞いてもらえるみたいなことがあるわけですよ。だから絶対にさっきやっといた方がいいし、ね、自分にはまだ早いって言ってうじうじしてる人はどんどんこうチャンスをね逃してしまうってことになるんで、まあうまくいくうまくいかないっていうのはね、やってみないと分かんないし、最初は誰でも失敗するんですよ。だからもう失敗を恐れずにどんどん挑戦するってことが大事ですね。失敗しても金銭的ダメージじゃないんだから、まあ、転びながらねどんどんこう軌道修正をして少しずつ上手になっていけばいいと思うんですよ。全くその経験をしないまま上手になるのは難しいので、まずは経験をする、下手くそでもいいからとにかくやってみるということですね。でやってるうちに上手になってくるから、それで少しずつ結果が出るようになってくるんですよ。でも自分にはまだ早い、まだ無理だとかってね言ってる人はいつまでたっても上達しないし、どんどん追い越されていって、自分がいざ始めた時にはもうね市場を開拓されてしまっているってことになるんで、まあよっぽどねもう天才的な能力がある人であれば別ですけど、まあ普通の一般的な人であればやっぱり先に入った人の方が圧倒的に有利だし、後に入ればそれだけ結果を出すのが難しくなるということです。なのでもう本当にねビジネスはスピードって言われますけど、このインターネットのね情報発信の世界でも同じことが言えるので、特にまだあんまりね多くの人がやってないもの、だから僕もポッドキャストやってるし、オーディオブックやってるし、ユーデミーやってるんですね。これって本当にまだねガラガラなんですよ本当に。だから絶対にね一日でも早く始めた方がいいと思いますし、
まだまだね、十分先行者利益って取れるので、ぜひやってみてほしいと思います。で、最後に補足で、ちょっとね、余談なんですけど、そのさっきプロダクトライフサイクルって話をしたじゃないですか。導入期とか成長期、成熟期、衰退期とかってあるんですけど、今後、自分が今やってることが伸びてくるのかどうかっていう、そこの見極めの話なんですけど、例えば、ポッドキャストをね、仮にじゃあ自分が今やってたとして、でも今後、ポッドキャストが、例えばその、全然伸びなくて、ね、プラットフォームが閉鎖になったりとかしたらどうするんですかって、今までね発信してた分が全部ダメになっちゃうじゃないですかって思う人もいるかもしれないですよ。で、僕はどういう基準でそれを判断してるかってことなんですけど、その何て言うんですかね、プロバイダーというかサービスを提供している会社とか組織がどこなのかってことで結構判断してるんですよね。例えばオーディブルであれば、まあ、オーディブルっていうね、そのところをまあ、アマゾンが買収したんですけど、母体はアマゾンなわけですよ。で、アマゾンってもう世界一のね、オンライン、その、e コマースサイトじゃないですか、セールスプラットフォームですよね。だから、アマゾンがバックについてるから、まず間違いなく今後伸びてくるのは間違いないし、集客力もえげつないってことはもう予想がつくわけですよ。それがどっかの日本のね、ちょっとまだどうかなっていう会社がやってるようなプラットフォームであれば、まだ今後、ね、こける可能性があるわけですよ。でもその世界トップのね企業がやってるようなプラットフォームだから、まずこけることはないし、まあ9割方ね、成長していく、伸びていくのは間違いないなっていうことがわかるわけですね。で、このポッドキャストに関しても、その、まあ、日系のねポッドキャストってあるじゃないですか。ちょっとあえて名前は伏せますけど、そういうものもいいとは思うんですよ、やっといて。僕がやってないのは単純にそのエピソードをいちいちね、またそのダウンロードしてアップロードするのがめんどくさいからやってないだけなんですけど、そういうのってちょっとね、今後本当にその会社とかそのプラットフォームが例えば5年後も生き残ってるかってのはちょっとまだ分かんないですよね。でも例えばアンカーとか、まあ、Spotify もそうだし、そういうようなもう世界で大活躍しているようなプラットフォームっていうのはまずこけることはないと思うんですね。で、まあ、そのデータを見ても今後、まあ、ポッドキャスト市場が伸びてくるのは間違いないから、アンカーとかで配信してれば、まあ、こけることはないかなっていうふうに思うわけですよ。だから僕は基本的に、その日本の会社がやってんのか、海外のやった会社がやってんのかみたいなところでざっくり決めて、その海外の会社でやってる場合も、どれぐらい、そのね、なんですか、実力のある会社なのかってところを物差しにしてます。結構例えば日本の SNS でいうと、ミクシーなんか一時期めちゃくちゃ流行りましたけど、今もう完全に廃れてるじゃないですか。でも同じ SNS でも Facebook とかね、インスタとか、まあ Facebook とインスタは一緒ですけど、 Twitter とかね、そういうものっていうのは全部海外の会社が母体になってやってますよね。で、海外でもすごく大きな結果を出してると思うんですよ。だからそういうところに入れば、まあ今後もね、まあ、しばらくは安泰かなっていうのは分かると思うんですけど、ミクシーみたいに日本では成功してるけども、みたいなところってやっぱりね、ミクシーみたいな事例にならないとも限らないじゃないですか。だからそういうのでちょっと危なかったりするわけですよ。で、その時にミクシーだけで情報発信をしてたら、もう今は完全にこけちゃってますよね。そこで仮にインフルエンサーになっても他の媒体で全くね認知が広がってないから、またゼロからね他の媒体でやんないといけないっていうふうになるんで、まあ、そのあたりのどこにね、じゃあ入っていけばいいのかっていうところの見極めも、僕が言ったことは 100% 正しいわけではないですけど、一つのね参考にしてもらえればと思うので、まあ、ぜひですね、情報発信をする際にはその辺も意識してみてほしいと思います。では今日は以上です。 Thank you.